トマホーク戦艦、ミズーリから発射されるトマホーク潜水艦から発射されるトマホークトマホークはアメリカ合衆国で開発された巡航ミサイル。トマホークの起源にはいくつかの説があるが、最も有力と考えられているのは第一次戦略兵器制限条約調印に前後して行われたアメリカ海軍の研究である。当時の国家安全保障問題担当大統領、 補佐官であったヘンリー・キッシンジャーは、ソルと愛によって生じる制約の影響を最小限にとどめるべく、条約交渉では検討されなかったタイプの核兵器運搬手段の研究を国防総省に命じた。海軍が中心になって進められた研究の結果は、本質的には無人の有力航空機である巡航ミサイルであれば、条約違反を犯すことなく、 しかも極めて効果的であるとの結論であった。トマホークを発射する戦艦、ウィスコンシン当初検討されたのは、ポラリスミサイルの発射塔を用いる大型のミサイルと、潜水艦の魚雷発射艦を用いる小型のミサイルとの二つの案であった。この二案から翌1972年6月に、校舎の採用が最終的に決定され、11月には、 潜水艦発射巡航ミサイルと呼ばれるようになった、このミサイルの設計のための契約が結ばれた。1974年から数社の設計案が競争施策にかけられ、1976年2月、ジェネラルダイナミクスの設計案が採用された。また、この時までに潜水艦だけでなく、水上関係からも発射することができるようにしようが変更されたため、 SLCM とは海洋発射巡航ミサイルの頭文字とされるようになった。1977年になるとカーター政権下で統合巡航ミサイル計画が開始され、同じ頃やはり巡航ミサイルの開発を進めていたアメリカ空軍と海軍とが共通の技術基盤を用いて巡航ミサイルを開発することになった。この計画のもと、 空軍の A ジム -86 からは、巡航ミサイルのターボファンエンジンが、海軍の BGM-109 からは、地形等高線照合システムが、それぞれ共通コンポーネントとして採用されている。また、この計画では、BGM-109 の空中発射用の派生型、A ジム -109 も試作され、A ジム -86 と自費飛行を含む競争に、かけられたが、 空軍はイジム -86 を選択したため、エイジム -109 の開発は中止された。1980年3月、量産型 BGM-109A が水上艦から、同年の6月には潜水艦から、それぞれ初めて発射されている。評価はこの後も続けられ、1983年3月には人任務に収益可能であることが宣言された。 こうして、熱核弾頭を搭載した、対地攻撃型 BGM-109A トラム、N 及び、通常弾頭の耐水上換型 BGM-109B タッサムの2つのタイプの任務に就くに至った。これら最も初期に配備されたトマホークは、まとめて、ブロックアイと呼ばれている。以下、トマホークについて、記述を進めるが、多くのバリエーションが登場するものの、基本的に、 発射環境、ミッション、誘導システムや弾頭が改正された各種の発展型の3つの軸で分類可能である。BGM-109 という正式名称は1986年に RGM-109 及び UM-109 の2つに改められた。そのため BGM、RGM、UM が混在することになる。それだけでなく、 いくつかの設備時は全く異なるミサイルに何度も与えられているため、一層混乱しやすい。そのため、以下の記述では、正式名称は必要がない限り用いず、各バリエーションに与えられた略字及びブロック名を主として用いる。多くのバリエーションが登場しているにもかかわらず、トマホークのミッションは、ただの2つしかない。すなわち、対地ミッションと、 耐水上ミッションである。核弾頭か通常弾頭であるかによって一部違いがあり、また、後術の発展型では、新しい技術を取り入れるための改正がなされているが、ミッションの基本的なプロファイルは変わっていない。ミサイル駆逐艦、ステザムから発射される、トマホークブロックアイに属する二つのバリエーション、すなわち、対地核攻撃ミッション用の BGM、RGM、 ユム -109A トラム N 及び、耐水上ミッション用の BGM、RGM、ユム -109B タッサムは、すでに退役している。タッサムの退役により、トマホークのミッションは、対地ミッションに限定されることになった。BGM-109A の退役は、中距離核戦力全廃条約に基づくもので、1991年まで、撤去が完了している。 次の発展型であるブロック2には1986年から実戦配備された BGM、RGM、u ム1 0 9 c トラム C 及び RGM、u ム1 0 9 d トラム D の2種類のバリエーションが含まれる。BGM、RGM、u ム1 0 9 c は通常型の単弾頭を備えた基本的な型である。最初のブロック2は 飛行の最終段階では、目標側面に直進して突入するだけだったが、イヤではソフトウェアが変更され、目標上部からの突入及び、目標上空での弾頭爆破の2つのモードが追加された。ブロック IIB は r、r g m u 1 0 9 d である。これは r、r g m u 1 0 9 c の短弾頭を、小爆弾ディスペンサーに交換したもので、 1988年から配備された。これは、兵員、非走甲車用、露天中期中の航空機など、脆弱な目標を広範囲にわたって攻撃するのに適している。戦艦、ニュージャージーから発射されるトマホーク1980年代、トマホークの二次供給契約者であるマクドネルダ・ダグラスは、ブロック3と呼ばれる機能工場を提案し、採用された。 これには誘導装置の更新、改良型のエンジンのほか、より小型で同等の威力を持つ弾頭が含まれ、これらによって精度の向上と射程の延伸が目指された。GPS はターコムの限界、すなわち特徴の乏しい地形での精度の低下を補うものとなり、ミッションの柔軟性を増すことに役立っている。ブロック2のすべてのミサイルは定期点検の機械を利用して、 ブロック3へのアップグレードを受けた。BGM-109EF は1980年代中頃に提案されたが、採用されなかったプランである。BGM-109E はタッサムの改良型、BGM-109F は飛行場の攻撃に特化した型であった。1994年、ヒューズはブロック4、または トマホークベースライン改良計画として知られるアップグレードの開発に着手した。これには2つの計画が含まれており、一つは r g m ユム1 0 9 e t m m m と呼ばれる単一のミサイルで水上及び地上のすべての目標に対応する方である。この方はエンジンを乾燥し、さらに赤外線またはミリ波によるイメージングシーカー、 さらに飛行中の目標変更を可能にするデータリンクなどが提案されていた。もう一方は RGM-UM-109HTHTP と呼ばれる防護を強化された目標に対応する強化型鉄鋼弾頭を備えた型である。しかしながらこの計画はあまりにも効果であることが判明したため1996年に中止されたタクティカルトマホークは トマホークの最新発展型である。これは、ブロック4中止後の1998年に、同計画のより廉価な代替案として提案され、当初はブロック V と呼ばれていたが、ブロック4の名称が復活した。この計画では、生産段階におけるコストの削減が目指され、現行のトラム C、D の半分の価格で、性能を損ねることなく調達することとされた。 そのために軽量化とより安価なエンジンへの換装が行われる。また、軽量化に伴う構造強度の低下により、潜水艦発射型は、魚雷発射艦からの発射ができなくなったため、もっぱら VLS から発射されることになったが、魚雷発射艦より発射できるタイプも2007年にはテストされ、イギリス海軍はこれをトマホークブロック4として導入し、 トラファルガー急限視力潜水艦やアスチュート急援視力潜水艦で運用されている。また、能力向上として以下のような基軸が盛り込まれた。タクティカルトマホークの死者は潜水艦発射型、水上発射型とも2002年に成功し、レーセオンと生産契約が結ばれた。2004年には作戦可能状態に達し、実戦配備が開始された。 タクティカルトマホークには2つのバリエーションが含まれる。r g m u 1 0 9 e はブロック3と同じ軽量単弾頭を搭載し、RGM-UM-109HTTPV は防護強化もしくは地下の目標を攻撃する強化型鉄鋼弾頭を搭載する。どちらも軽量化に伴って燃料搭載量が増し、射程が延伸した。 海軍力を著しく増強し A2、AD に対応した長距離対艦ミサイルの開発に取り組んでいる中国人民解放軍海軍を念頭に置いた水上艦艇攻撃力強化の一環として次世代対艦型トマホークの開発が行われており2021年には運用に入るとみられているこれは海軍攻撃対艦兵器が運用に入るまでのつなぎとみられており アップグレードされた通信システム、新しい多機能弾頭、マルチモードセンサースイートの挿入が計画されている。センサーについては移動する目標を破壊するために、新しいパッシブアクティブシーカーと高速プロセッサーから、なる統合スイートが開発されている。同様の計画として、スタンダード艦対空ミサイルである SM、SM-6 に、体感能力を付加することも検討されている。 2014年にソフトウェアアップグレード試験が行われており、前例のない高高度飛翔からの垂直突入や潜水艦から発射された飛行中のトマホークを別の管制センターからデータリンクで目標変更する等の試験が行われた。2015年には RA バーク級ミサイル駆逐艦キットから発射された新型トマホークがカイ A、会 A-18E 会から 情報更新を受けつつ飛翔し、移動する標的艦に命中させることに成功している。2016年、米国防省は、対艦オプションの多様化を目標に、2017年度予算で、ローラザムや MER の開発を加速させるとともに、改良トマホークや対艦型 SM-6 への投資を重視していくと発表した。他、 貫通力をより高める JMUSE の開発計画もリスク精査を行っている段階である。トマホークミサイルによる映化攻撃の様子。1986年撮影以下の要目は実際に配備されたもののみを取り上げる。なお、いずれのタイプでも本体サイズ及びロケットブースターは共通である。トマホークにはここまで述べてきた海洋発射型だけでなく、 地上発射型及び空中発射型がある。ただし、前者はすでに退役し、後者は開発段階で計画中止となったため実戦配備されていない。1971年頃、アメリカ空軍は MGM-13 ースを近代的な地上発射巡航ミサイルで置換する計画を進めていた。この新ミサイルに求められていたのは、 ターコムシステムによる精密誘導と小型で燃費の良いターボファンエンジンを用いることだった。1977年、空軍は海軍の BGM-109 トマホーク、SLCM の地上発射用の派生型である BGM-109G の開発と配備を許可し、1980年5月には最初のミサイルが試射された。このミサイルは、 車両に搭載された4連装電話用機内に格納された形で配備された。なお、空軍ではトマホークではなくグリホンと呼ばれた。BGM-190E は1983年からヨーロッパのナトー諸国に配備されたが、1987年12月に米ソが INF 全廃条約に調印すると、GLCM はまさにこの条約の規制対象であった。ため、 1988年から撤去が開始された。1991年5月には撤去が完全に完了し、全数が保管中である。BGM-109G のミッションと性能は地上から発射されることを除けば、同様に各攻撃ミッションに従事した BGM-109A と同じである。ただし、核弾頭は別で W84 型を用いている。 海洋空中発射型は中距離空対地ミサイルと呼ばれ、1970年代の海軍、空軍共同の巡航ミサイル開発計画の中で開発が進められたが、最終的に中止となった。海軍、空軍のそれぞれ向けに以下のようなバリエーションが考えられていた。海軍用バリエーション海軍用バリエーションは、 航空母艦の弾薬エレベーターのサイズと搭載母器の制約から空軍向けのものに比べて全長が短く軽量だった。空軍用バリエーション以下に空中発射型及び地上発射型の本体要目を示す。なお、地上発射型はロケットブースターを用いるが海洋発射型と同一のものであるので省略する。LCMS はローコストミサイルシステムの略であり、 1993年3月に、ボーイングがアメリカ海軍と契約し、開発を行ったものである。このプログラムは、低コストの先端技術実証のデモンストレーターを開発することが目的であり、この開発ミサイルは、ファストホークとも呼ばれた。ファストホークの呼ばれ方からも見て、取れるように、海軍はこれを現在使用しているトマホークの代替用ミサイルとして、開発を進めていた。 だが、トマホークを原型に開発されたものではなく、推進機関には、ラムジェットエンジンを使用、ミサイル本体は、フィンレスボディで作成され、後部のラムジェットエンジン部分を自由に曲げられることで、噴射方向を変えることができるという現在のロケット、ミサイルで使用されている、TVC の先駆けとも言える技術が採用されている。しかし、LCMS は、 他の計画との先行の結果などの理由から、1999年に開発終了となった。トマホークの運用国潜水艦の魚雷発射艦から発射可能という制約のもと開発されたことで、トマホークは極めてコンパクトなサイズとなり、アメリカ海軍の水上戦闘艦のかなりの部分と、スタージョン9以後のすべての攻撃型原子力潜水艦に搭載されるようになるほど普及した。 また、湾岸戦争で使用されてからは、世界でも貴重な実戦経験のある巡航ミサイルとなっており、おそらく世界で最も成功した兵器の一つということができるだろう。なお、1995年、アメリカ合衆国政府はイギリスへのトマホーク輸出に同意し、1998年にはイギリス海軍の潜水艦から死者が行われた。2008年までには、 すべての攻撃厳選に運用能力を付与することが予定されている。また、2004年にはブロック4の購入について、両国は合意した。1999年、コソボ紛争に介入した、ナト o 軍に、スーイフトシア急攻撃厳選スプレンディットが参加し、実戦での発射をイギリス潜水艦としては初めて実施している。ありがとうございます。